愛媛県美術館は愛媛県松山市堀の内にある美術館。1998年に開館。前身は1970年開館の愛媛県立美術館。1階は企画展示室、行動、ハイビジョンギャラリー、喫茶室、図書コーナーがあり、2階には常設展示室、特別展示室、研修室がある。伴水槽は1979年から。 当時の愛媛県立美術館、文館郷土美術館として、芸術作品の展示会を使用していたが、2009年4月から、指定管理者制度に伴い機能は廃止された。モネ、アンティーブ・ミサキ1888年、ボナール、アンドレ・ボナール城の肖像、画家の妹1890年、郵便番号790-0007愛媛県、松山市堀の内 JR 松山駅前から、 道後温泉または、市、駅前行き市内電車で5分。南堀田愛媛県美術館前下車、徒歩1分。松山観光港からリムジンバスで30分。市駅下車、徒歩5分。松山空港から車で約15分。愛媛県美術館の紹介。愛媛県美術館。2016年9月8日閲覧。愛媛県民館の跡地に立地。 愛媛県美術会愛媛新聞愛媛県美術館近代建築散策文館指定管理者指定管理者募集要項ありがとうございます